ねえ、兄貴。どうした？兄貴の会社って副業 OK だっけ？いや、ダメじゃないけど。どうして？もしよかったら私のバイト手伝ってくれない？バイト？ムビコバイトしてたのか？空手で忙しいからバイトしてないと思ってたわ。空手はこの前免許改伝したのでやめました。免許改伝？それはすげえな。おい、今はそれを生かしたバイトしてるよ。生かしたバイト？ここが私のバイト先、アークス。なんだここ？何をする会社なんですか？この会社はダーカーっていう外的生命体から世界を守る会社だよ。 SF みたいな組織だな。おい、で俺は何をすればいいんだ？兄貴はオペレーターして。オペレーター？ってことはムビコはまさか。私は戦うに決まってるじゃん。まあ流れ的にはそういうことになるわな。いやでも危ないバイトはお兄ちゃん許さないぞ。大丈夫大丈夫、自分の身の丈に合った依頼しか行かないから。というわけでこう。ムビコ、ムビコなんかいた。これがダーカーだね。普通よ。てかなんか持ってる？気を持ってるよ。気とは？空手家なら気の一つや二つ使えるでしょ。いや俺が知ってる空手家は気の一つや二つ使ってないぞ。しょうがないな、素人にも見えるようにしてあげよう。こうやって相手の気と自分の気を混ぜて。なんか剣みたいの出てきた。これが私のブレインソード。ダセー。自分を肯定するのは自分だけで十分なんだよ。セリフだけはかっこいいな。おい、でこれとこれとこれを壊せば終了。これさ、オペレーターいらなくね？次は海エリアに来ました。ここでベイゴマ野郎を倒します。ベイゴマ？ほんとだ、ベイゴマみてえなやつ出てきた。こいつを倒すまでがミッションです。ここで今まで貯めた気を解放。ムビコカラダフォーム。変身した？オラ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 。俺の妹はとうとう人間をやめてしまったのかな。おにぎりには言われたくないかな。いや大変だったな。まあ俺は何もしてないけど。ちなみにこれ時給いくらなんだ？これで時給1000円だよ。普通。